どんなパワハラ、モラハラ。じゃあそれ愛子さんやってなかったですか。愛子さんは手が出てくるんで怖いんですよね。でも優しい子だと思う。もうあのすぐメソメソすることがイライラするんですよ。あ、逆にね、はい、何々飛んだってなっちゃう。でも逆に対抗されても対抗しない。対抗されたらうって僕になる。逆にどっちも、あ、そうなの。オラーっていかないんだ、はい、オラーってならないんで。だからもうちょっとサバサバした気が強い子のが合ってるかもしれない。なるほどなるほど。キャバ嬢みたいな、まあ、メソメソしてると多分メンヘラみたいな、ちょっとイライラしちゃうかもしれない。はい、死にますみたいな。割り切りがいい。全然カラカラだけど。スキップしながらちょっとトラック突っ込んできちゃうかなみたいな。泣かしたりもして、もう反省してますけど。多少あるじゃないですかね、配信者だったら。あ、泣いたらまあ閲覧も取れるしみたいな。まあ、まあ、女だったらそうですけど、ちょっと難しいですけど。ヒカルさんだって山ほど泣いてたじゃないですか。まあ、てか俺キャスバーで自殺しようとしてる。俺過去に、俺あの酔っ払ってキャスバーの2階あるじゃないですか、ビルの2階からあの飛び降りようとして、ヤマト君に、あの違う、下にいるおっちゃんに今から飛び降りるからキャッチしてみる。それ知ってるかも。ヤマト君にすごいさ、おっちゃんこうなってた。おっちゃん下でこう構えてるの。いや、すずらんまいみたいな。あとね、ゴジラビル、ゴジラビルに乗って、そう、誰に振られて泣いてたかも。ダイブするってやったらタマちゃんさんに振られて泣いてたから。違う、それ違うっすよ。いや、そうだよ。違う違う、別々。いや、絶対そうそう。違う。それ違う。それでとりあえずもう営業終わってたけど、もうとりあえず着ないよっつって。思ったように配信がいかなくて悔しくて。じゃああとゴジラビルで、はい、金杯さんに取られたって泣いてた。それ別の時です。あ、別です。それ別です。それ別です。動機がやっぱ配信が悔しいんですよ。うまくいかなくて。あ、今はなんかみんないろんな配信者絡んでくれる。はいはい、金杯さんとかですら絡んでくれない時期があったら、あ、これはね、そう、大手さん昔安く厳しいっすよね。厳しい。もう絡むなとか全力で頑張るし、うん、今こんだけいろんな配信者が絡んでくれたら、うん、なんか怪獣してる気がしますよね。そうそう、全然違う。いらない、行ってます。何か飲みますか。大丈夫。じゃあ俺もレッドブルウォッカで。あ、じゃあレッドブルウォッカ帰っちゃう。帰っちゃう。一回抜けます。はい、一回抜ける。バッタですが、女子の皆様方がもうこんな会話にはついていけないということで、もともと軽くん来た3人組だったんで、1回予定が入れてから。あ、そうなんだ。あ、4人一緒なんですか。あ、3人。あ、3人一緒で。え、何回だった。何回。女子会。階段の予約をしてて。階段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 ホラー系。ホラー稲川淳二じゃん。ほら、我々顔のこと言ってるんですよ。え、もう行っちゃうんだ。あ、また戻ってくる。ちょっと暇つぶしちゃったのかもしれないですね。ゼロワンに DM。 あ、また練習。あれが見ないか。 DM 来て、あ、じゃあ、コメ見れば配信して、うん、来たらいいです。多分ちょっと移動してるかもしれない。あ、でもまだ。あ、お会計しといてあげるわ。これ映んない。あ、お釣りがあるのかな。あ、大丈夫。いいの、大丈夫。映んない、映んない方がいいんじゃない。気をつけてね。あ、確かに映っちゃう。だね、チラチラ。何かわいかった。あ、ファンタスティック来たんじゃないですか。すごいじゃん、ファンタスティック。え、上。あ、こうちゃんすきび、ありがとうございます。これイベント今1位なんですよ。すごいね。まさかね、俺ね、2年間フワッチイベントやってて、はい、1回も本戦入ったことない。そんなことある。いやー、すごい。予選は大体通過するんですけど。あー、ありがとうございます。つい最近ね、あの俺ね、予選すらも落ちたから。あー、おかげさまで。おかげさまで。なんでなんだよ。さんが入っても良さそうだけど、うん、なあ。やっぱなんかみんなは炎上とか巻いてるのやっぱ見たくない。真面目になっちゃうところ見たくない。あー、まあ求めてるところはね、自分だと同じになっちゃうってから。だから僕は今仕事しながらも配信ちょっと短時間でも、沸かせられる新しいジャンルでいくと今それでいく。ヒカルさん会いたかったですけどね。まだ1位。1位だよ。まだ1位なんだ。キープして。キープして。サガードンか。あ、ありがとうございます。すごいじゃん、1位。でもさっき見た時、
差なかった。あ、差がなかったから。また差出たの。うん。あんまり2位とは差がないけど。僕大体あの配信者でまともなやつって言ったら、僕はヒカルさんの名前を挙げてましたよ。おー。だちょっとゼロワン君やりづらいかもしれない。やりづらい。俺あの頭使わないで。僕もそうですよ。僕も思ったことはっきり言っちゃうタイプなので、ね。そう。いやでも花火めちゃくちゃありますよね。嫌われてるっすもん。でもゼロワン君不動産屋さんの息子さんだってずっと。いやそれは嘘です。建築の、うん、私が建築で商売だね。あでお金もらってる。お金もらってないです。お金もらってないです。すでにかじりまくるじゃん。自立しております。はい。いやこんだけ花火飛んだら別に。ああ1位。ファンタスティカレドア。すごいじゃん。ありがとうございます。すげえ。すごいね。社長が投げて。16万。親が。ありがとうございます。親が。すごい。社長が。あるじゃん。これ投げてんの親かもしれない。お父さんが、ね、お父さんお父さんがだったら銀行口座に振り込めよって話ですけどね。そうですね。ありがとうございます、徳宮さん。すげえな。どうやったら相手になれるくらい。いいリスナーさんが教えてほしい。相続税 50% もかかんないから。配信者は、ね、大変だよ。ケイメイズ喋ってくださいよ。いや俺見てるからいいんですよ。じゃあ俺あの確定申告であんま喋るイメージだ。ケイメイズは喋ってくれた方がいいんですよ。だどっかの会社とかに入って、はい、だから一人配信してるんですか。そうですよね。キャスまであんまり喋ってるイメージあんまない。そう、今日はプレッシャーとかってありましたやっぱ。今日たまたまやっぱあったたまたまの時にやっぱ閲覧とかもやっぱ意識しなきゃいけないし、ある。今もそう葛藤してる。だからだけどなんか勝ったなって言われんじゃん。わっこ状況分かってえーとないです。あの事故現場どうですか。沸かしてやろうと思って行ってきましたよ。もう100人とか200人でも過去からもうもううるさいんですよ。でしょ。朝から聞いちゃうんですよ。もう聞くよ。なんかやらなきゃいけないなと思うんですけど、毎日あれかたまにはまったりやりたいなってなるけど、求めるんだよね、みんな。そう、マスコミじゃん。無理だ。そう、それが今苦しいですね。いつも嫌いだけど結構アナウンサーいました。俺のリスナーさんが投げてる。今月はいい男に早く。あの、吉本の見てました。この方が。そう、吉本見てました。怖い。宮迫アンチやん。ありがとうございます。ユミカも一つありがとう。宮迫の時見てました。結構喧嘩ぶっかけしてくれて、あのね、南青山で記者会見を誠司さんにも会えたし、面白いですよ。あ、誠司君、全然明日来るよ。あ、前ですか。多分お待ちしてましたもんね。来てよ、総合別に。本当ですね。じゃあなんか新しい社員の人に会った方がいいよ。鹿野力さんとか着物くんとかね、野田さんとかも。高さんね。やっぱツイキャスメインで。ツイキャス、てかニコ生でやる。あ、ニコ生でやるんですか。なんか来た方がいい。なんかいろんな人に進めるし、交流できるから。はいはいはい。来た方がいい。鹿野さんもやっぱそういうのも常に飛び込んでってっていう感じでしたもんね。斜めつけて、正面はガラスバリバリ。最近はなんかみんな呼んでくれるから。トラックはもうなかったね。ありがたいっす。あ、普及されたんだ。苦手なんですよ。やっぱりすごいですね。コミュ障なんで。いや、俺もコミュ障なんですよ。でもなんか舐められたくないね。だからその、むしろね、マスコミが事故現場撮るから誰がお前ぐらい言われちゃうんで、やっぱマスコミのゴミっぷりを。そうだよね、ユーザーがね。そうなんですよ。注射がね。だからそういうのをナンバー付きで晒した方が。ナンバーなんだ。あ、グワッチかとか。まだそのくくりやん。マスゴミを追っかける。これだけニコ生なんだよ。行かなきゃしょうがないから。ニコ生の人がこっちの方だったら当たりが強かった。ツイッターとかマスゴミ嫌いなやつ多いから。これが俺はだいぶ前でカルロス・ゴーンさんの東京コーチ。ヒカルさん、あの旅してリスナーの家泊まったりとか、あれがやっぱ一番の。中に。いや、あんまでも泊まってないよ。泊まってない。寝かけとか。あ、そうなんですか。で、各県炎上させてくっていう一番の急してて。何年ぐらい ？1 年ぐらい旅してる。いや、去年の10月に。ああ、そうなんですか。結局なんかその最近ですね。そう、だからイベントとかをありかないに呼ばれて、ちょっと東京に。場所の確認。ああ、なるほど。え、山田さんいつもこの格好なんですか。なんかスーツ以外見たことない。ごめんなさい、ありがとうございます。スーツしか着ないです。だって。
バーで働いてるから。君と仲いい。今日はお休み。ディスリスペクトみたいな。今日は休みじゃない。ディスリスペクト。バーどこ？ディスリスペクト。横浜にある。横浜今は、ね、って話題にも出さない。そうだね。好きだから悪口も言うしみたいな。確かにあるじゃないですか、ね。住んでるの新宿だから。配信外はまあ仲いいんですけど。まあ、配信中はやっぱ、潰しに行こうですよね。まあでもそうないわけです。1年ちょっと目が出た時に、いや、空いてるかどうかわかんないけど、潰しそうだったけど、まあみんなね、そうなんですよ。審査員から出る杭は浮かれついちゃう。僕不動産でも出過ぎた杭は浮かれない。あー、結局ね、空いてないっす。空いてないですね、彼には。いないときにごめんね。養分は空いてない。言い回しが上手いだけだよ。上手いですよね。へりくつ山田さんは弱い36度。でもそれにみんな釣られちゃうんだよね。本当にうまく、ね、誘導するんだよね。リスナーを持ってくる雰囲気で。知らない、山田さんも知らない。うまいんですよ。だけど養分はクズ。よく言ってるけど、マジで。多分ゼロマークより結構クズだと思う。なんすけど、それをやっぱリスナーに分かってもらえない。言うな、それは。やばいやばい、それは言っちゃダメ。養分はうまいんだよ。ぶち切れるよ、マジで。本当にめっちゃうまいと思う。うまいですね。あ、今言おうとしたでしょ。コラボすれば打ち切れるから。今年37じゃなくて、今年37、結構花火師もだからすごいね。俺花火師見たことない。そうなんですか。なんか見てたり、見てるリスナーさんがちょこちょこ、ね、俺も言おうとしちゃった。投げてって言われたんじゃない。広くはさせてない。だからよく家に呼ばれるんですよ。一人が遠くなって投げる感じじゃない。一緒にいましたよね。昔からよう呼ばれるわ。やっぱりキャスで慣れてるから、キャスって基本まあね、これ流しの部分多いじゃないですか。でやっぱ、キバッチは、ね、言うな！おだてれば、おだてるほどっていう部分あるじゃないですか。あー、そうなんだ。例えば、外の腹やっぱ大げさに、ね、それもね、なんか配信で米火付きのやつやりたいからっつって。色恋の要素も力さんないです。俺、色恋しない。やっちゃったんですよ。違う違う、俺はできないって言ってるから。あ、大花火、ありがとうございます。ジャンプリージャンプリーありがとうやったぜ、やったぜ。ただね、色恋はできる。あ、こちらしてるから。俺、色恋とかできるようなタイプだよ。あー、疲れさましないね。やったぜ、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 やったぜ。あ、中指出してる。俺に色恋してほしい人がいるなら、これ積んでくれば色恋する。ゼロワン、ゼロワン、やったぜ。中指立ってる。映されるやん、周りに。これちょっと良くないから、やったぜ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 。山田さん、怖い怖い。こっち側だって。テイベさん、やったぜ、やったぜ。いやいや、中指やったぜ。人差し指に帰って。ヒカルさん、ヒカルさん、ヒカルさん、やったぜ。違う違う、指違う、指違う、こっち、ゼロワンさんもやり始めたらもうこっちの勝ちだね。ゼロワンやって、こうやって。やらないよ。やったぜって。やらないわ。なんで花火投げられて死ねって言われなきゃいけないの。本当の通りです。まず、ありがとうっていうことだから。でもたまに指間違えないのかな。確かに。確かに。間違えそう。やって、ちょっと一回やって。やらない。が求めてる配信は何だろう。そう、聞きたい。やっぱ僕は、金梅さんきっかけで、やっぱ配信始めた部分大きいんで。一番ダメじゃないですか。そうなんですよ。結局はやっぱ、一番ダメじゃないですか。アイテムよりも、閲覧沸かした時にやっぱアドレナリンがやっぱ一番ある。なるほどね。その、閲覧沸かして、それはまあ、コメントがバーって流れた時に、一番やっぱ楽しいんですよ。それは配信者魂で楽しい。そうなんですよ。僕はやっぱだから炎上っぽいことしがちなんですけど、ね、今まで何やったんですか、まあ、最近だったらあのサメちゃんの家に、サメ島の家にユーノと行ってちょっと警察沙汰になったりとか。サメ島がすぐ呼ぶんですよ、うん、あのサメ島の家に行って、サメ島と新居に僕が2人で行って、うん、ユーノに掃除しとけって言ったら、ユーノが悪ふざけをして、あの梱包の中に冷やし中華の火薬を入れたんですよ。で、その毛布の上に。で、サメ島がブチ切れて。それはちょっと面白いですけど、センスはあるけど、ブチ切れるでしょ。それで警察呼んで、
いうのに溶け出させて、で僕ただ溶け出してるの映してたりとか、でもめったにやらない追加数で、まあ、3000人ぐらい行ったんですよ、ね、うわすごいなと思って、ちょっと面白いなとは今思っちゃいましたけど、でその後ミュウツーが来たんですよ。あーまたくだらないのが、はい、ミュウツーが来て、そしたらあのミュウツーが網戸開けたんですよ。そしたら邸宅侵入だってまた鮫島